集まりでありますが、国際参加国会議 IPM インターナショナルパーティシパンツミーティング2023が開催をされます。日本博覧会協会が主催をする本会議には世界中から参加国の関係者が参加をし、実務的な課題解決を図る場所となります。私も参加したかったのですが、残念ながら国会の会期中で参加が叶えませんでしたので、本日の開会式にビデオメッセージを送らせていただいたところであります。万博のテーマである命輝く未来社会のデザインに込められたメッセージをこれからもしっかりと発信してまいりたいと思っております。また加えまして、万博への新たな参加表明国国際機関といたしまして、今般デンマーク、フィンランド、ノルウェー、アイスランド、スウェーデン、チリ、カメルーン、クロアチア、ジャマイカの9カ国および国際科学技術センターの1機関を更新いたしました。今回追加となった国機関も今日から本日から開催の IPM にご参加をいただきます。またエストニア、メキシコからそれぞれの国内事情により参加を辞退したいとの正式な通知がありました。これによりまして、本日参加を表明した国および機関は160カ国9国際機関となります。今後も各国とよく連携しながらしっかりと準備に励んでまいりたいと思います。私からの冒頭発言は以上でございます。それでは質問に移ります。質問のある方は挙手の上、社名と氏名を名乗ってからご質問ください。BS ミトです。よろしくお願いいたします。万博関連でお伺いをさせていただきます。本日ですね、9つですかね、各国が追加で参加表明ということになりました。改めてこの3カ国が増えた受け止めとですね、メキシコとエストニア、この2カ国が参加辞退ということで正式通知があったということですが、こちらについても大事な所感をお願いいたします。またこのエストニア、メキシコ以外にもですね、現在その参加辞退を検討しているなどの国がもしありましたら、そのあたりも現在出せる情報がありましたら教えてください。はい、ありがとうございます。まず新たに9カ国そして1機関でありますけれども、参加を表明することを、今日発表できたことは大変喜ばしく思ってございます。事前からさまざまな打ち合わせもさせていただいておりましたが、どの国々あるいは機関も素晴らしい意欲がございますので、そういったことを来場していただく皆様に感じていただければ本当に嬉しいと思っております。また今般でありますが、エストニア、そしてメキシコから不参加ということの通知をいただきました。それいずれの国についても、今回、不参加を決定いたしましたのは、国内の財政事情ということであったということは承知をしておるところでもございますが、詳細なやり取りについては、外交上のこともありますので、コメントは差し控えさせていただきますが、もう一点、ご質問がございました。それ以外の、国々からの、いわゆる撤退のことについてというご質問でございますが、現時点におきましては、エストニア、そしてメキシコの2カ国以外に取り下げの意向を示している国と地域はないという状況でございます。朝日新聞の川上です。3カ国が増えたということで、タイプ A、タイプ B、タイプ C、タイプ X とそれぞれパビリオンの形式があると思うんですけど、これがどのように数が変化するんでしょうか。それぞれの国の、もう一回質問が、はい、パビリオン の、 形式なんですが、タイプ A、タイプ B、タイプ C、はい、でタイプ X があると思うんですけど、はい、それがどのような数が変化するんでしょうか。現時点では整えて数字をまだ発表していない状況でございまして、ご案内のようにタイプ A で希望していた国々が X2 ということであったと思うんですが、以前ご発表した数字から特に今公表できる数値は変わっていないという状況でございますので、と出せますか。はい、ちょっとお待ちいただければと思います。
今ないですか。あ、はい。すみません、ちょっと今すみません、手持ちの資料がすぐに出てこない状況ではありますが、以前、ご説明させていただいた、失礼いたしました。詳細なお数を知りたいということでいらっしゃいますよね。それについてはですね、すみません、ちょっと現時点でございますけれども、タイプ A が現時点で約50カ国、そして24カ国が建設事業者を決定し、着工に向けて準備をしているというところでございます。細かな数値についてはまた追って事務方からしっかりとご説明をさせていただきたいと思います。毎日新聞の池田です。あ、今の質問関連で確認なんですけれども、はい、今回新たに追加された9カ国のうち A に、タイプ A で建設を検討している国というのは現時点で確認ができていないということか、それであれば分かるかということで教えていただけますか。現時点においては相手国とのさまざまな交渉の中で、最終的に相手国のご了解を得てから我々は公表するというスタイルを取っておりますので、公表に至っていないということであります。すみません、話題変わりましてもう1点お聞きします。本日閣議ありまして、松村国務大臣が閣議後会見で本日の閣議で総理からこういう時こそ一致結束をして頑張らねばならないと、国民の信頼を回復せねばならないと、こういった指示が出たという旨発言があったというふうに述べられました。こうした趣旨の指示は本当にあったのかどうかというところを確認させていただいてもよろしいでしょうか。一般論として申し上げればになりますけれども、さまざまな人事案件がある中で緊張感を持って対応するということは当然だというふうに承知をしておりますので、そういった発言があったかどうかについて議事録にあるないことということも含めまして、私から の直接的な総理のご発言についてのコメントは差し控えさせていただきますが、当然ながら毎日そういう気持ちで職務に当たっております。指示があったかどうかは言えないということですか。はい、ちょっと私の場合は閣議の中 の発言なのか、その後の発言なのかが定かではないので、はい、ちょっとそのあたりについてのコメントは確認をしてからさせていただきたいと思ってございます。ありがとうございます。横田さん。フリーの記者の横田はじめですけども、今おっしゃった参加表明国ではなくてですね、正式な参加契約国、要するに中止になった場合のお金を支払う対象になっている国は何カ国あるのかを確認したいんですが。すみません、もう一度お願いします。参加を中止した場合の場合にお金を支払う条件が文書に明記されていますが、その中止になった場合に、お金を支払うべき対象国は何カ国なんでしょうか。どちらがどちらにお金を支払う。日本万博協会側から今まで開催に準備してきたのに中止を決めたので、お金を支払うと、中止を決めるというのはその参加をする国、例えば今回のエストニア、日本側が、はい、中止を決めた場合の話なんですが、仮に日本が万博の中止を決めた場合にという、そうです、はい、中止をするという過程の質問についてはお答えができないということであります。全然想定もしてないという。中止は想定は全くしてございません。国民の約3割が今中止に臨んでますが、その場合の試算、その何カ国にお金を支払うべきなのかというはことは全く計算想定されてないんですか。我々といたしましては、今まで年月をかけて丁寧に準備を進めさせていただいたと、博覧会協会の一丸となって、その中で、本日も160カ国の国々や、あるいは旧国際機関が参加をして、まさに今日明日、大阪市内で、具体的な実務も含めたやり取りの始まっていくという、こういうタイミングでございます。またそれぞれ私も各国の大使の皆様からのご訪問を受けながら、それぞれの国のプレゼンテーションの素晴らしさなども、それぞれの国の国会決議等々や予算措置を経て、それだけ大きな多くの皆様がご参画もすでにいただく体制をとっている状況でございますので、私の立場としては丁寧にその実態ですとか意義といったところをご説明申し上げるという立場でございます。質問を変えますが、参加表
盟国と参加の契約をした国はどれぐらい違いがあるんですか。ありがとうございます。契約をした国々は現在61ということでございます。あ、わかりました、ありがとうございます。水戸市の木田です。2つ前の質問と関連するんですけど、神田財務副大臣が辞任され、さっきの内閣改造後、政務三役の辞任というのは3人目となりましたが、大臣のご所感をお伺いしたいのと、閣議の、総理からの指示に関して、閣議の発言なのか、その後の発言なのか、ただかではないということですが、閣議なり、その後の混乱なりの場で、何らかの総理からの信頼回復に向けた呼びかけ自体があったということです。はい、ありがとうございます。今回のことは大変重たいことだと思っております。一方で人事については、ご案内のように総理の専権事項でありますので、私の方からの立場からのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。もう一つのお答えですが、岸田総理からしっかりと緊張感を持ってというような趣旨のご発言自体はあったものと承知をしております。よろしいでしょうか。山田、NHK の山田です。冒頭の発言に関連してちょっと事務的な確認なんですけども、新たな9カ国についてパビリオンの形態については非公表ということでしたが、今回その事態になった2カ国、メキシコはタイプ A だったかと思いますけど、エストニアについては何だったのか、あと日本側にそういう事態の意向を伝えてきたタイミングなどを教えていただけますか。はい、ありがとうございます。エストニアにつきましてのタイプについては外交上のこともあって公表しないということになってございます。またタイミングについても同様でございまして、さまざまなやり取りをしてきてございますけれども、正式に発表できるようになったのが本日だということでございます。よろしいですか。では会見を終わります。ありがとうございます。